皆さんこんにちは、下松翔です。今日はペイペイドームにやってきました。宇都宮選手が、途中局で今日から使ってくれるということなので、早速初めての途中局を僕も生で聞きたいと思います。なので行ってきます。今日は宝の祭典ということでユニフォームを着ていきます。よし、行くぞ宝の祭典。はい、ありがとうございました。今ソフトバンクホークス対オリックスの試合が終わりました。無事1打席目と3打席目に、健太の応援歌が僕たちの声、流していただきました。初めて球場で聞いて本当に、興奮して、今までの思いもいろいろやっぱ思い出したり、その球場の中で健太が僕の歌を聴きながらこうバッターボックスに入る瞬間を見れて、正直あんまり覚えてないんですけど、一瞬の出来事だったように感じて、でも皆さんの思いと一緒に歌で、健太の背中を押せることを願って、明日からまた、活躍して頑張っていただきたいと思ってます。本当に今日は2回もね、聞くことができたので、明日につなげて僕も帰りたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。